三者構成の原則とは、労働分野において、政策決定にあたり公益、労働者、使用者の三者が対等の立場で、協議体を構成することを言う。国際労働機関設立以来の基本理念であり、ILO のあらゆる活動に貫かれる原則である。加盟国においても、国内の協議体の多くで採用されている。三者構成の原則が、世界に登場したのは、 第一次世界大戦後の戦後処理を協議する平和会議においてベルサイユ条約が締結されそこで定められた労働条件の国際規制のための常設機関の総会に出席する代表の議席配分が政府2票、労使閣一票とされたことに始まるこの背景には戦争に貢献した労働者階級の発言力の高まりがあり労働組合の国際会議において 条約の作成等に労働組合の代表を参加させるよう要求していた。この原則は1944年のフィラデルフィア宣言で再確認され、1976年の ILO144 号条約及び1978年の i l o 1 5 5号条約に具体化されている。日本において三者構成の原則が初めて導入されたのは、 労働組合法等の制定のために設けられた労務法制審議委員会である委員会が事実上策定した労働組合法には厚労士からなる労働委員会が規定されたその後労働基準法にも同じく厚労士三者の労働基準委員会が設けられ諮問に応ずる他権議をすることができるとされ労働政策各分野への三者構成原則が拡大されることとなった 以後、労働省は三者構成の原則を全面に打ち出すことにより、労使以外の外部からの圧力を忌避しながら、労使のバランスをとって政策を決定していくというスタイルが定着した。ありがとうございます。